はい、今年のチームスローガン、毎年チームスローガン、まあ就任して2年目なんですけど、チームスローガンっていうのは設けてなくて、僕がヘッドコーチに就任してから常に心がけてるというか、チームで掲げているのは、チームとして日本一にふさわしいチームになろう、そして、一個人、一選手としてもチーム、日本一にふさわしい、選手、そして人間になろうということで、チームを進めています。なのでスローガンっていうのは、何か固定してなんか言葉とか作ってるわけじゃなくて、日本一にふさわしいチームということで、チームを進めていっています。はい、今シーズン注目してほしいポイントに関しては、まずオフェンスでいうと、タイトエンドフルバックを駆使した力強いランプレーというのをぜひ注目していただきたいと思います。ディフェンスに関しては、いろんな体型を駆使した、プレッシャーディフェンスというのを引いてますので、どん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  QB にプレッシャーをかけていく、激しいディフェンスを、ぜひ見ていただきたいと思います。まずキッカーに関しても、新たに2名、キッカーの方を補充してまして、かなりキック力、あと正確性のあるキッカーなので、キッキングに関しても、注目していただければと思います。はい、いつも応援ありがとうございます。地域のため、ファンのため、応援してくれる皆さんのため、サポートしてくれる皆さんのために、日本一まで、頑張っていきますので、いつも応援ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。野島相模原ライズ78番オフェンスライン笠井英二です。はい、今年のチームは、若手の選手が、勢いよく、プレーできるようなチームになってて、まあ、いろんなことに挑戦して、とにかく日本一になるために、いろんな取り組みをしているチームです。まあ、ライズは日本一という目標を掲げているのと同時に、日本一にふさわしい選手っていうのを目標に掲げてるんで、まあ、自分がキャプテンである以上は自分が一番日本一にふさわしい選手であるために、何をすべきか常に考えて行動してます。いつもご声援ありがとうございます。本当にグラウンドで、プレーしてる時に、スタンドから届く声だったり、拍手だったり、本当に力になってます。今年も、ちょっとコロナでどうなるかわからないんですけど、応援してもらえるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。野島相模原ライズ47番ラインバッカー小澤裕太です。僕が得意なプレーはブロッカーとの駆け引きです。上体や目線を使ったフェイントを使って、相手を不バランスにして、自分に有利な状況で戦うことが得意です。まあ、新人なので、最後まで泥臭くプレーして、ボールを奪ってモメンタムを奪えるように頑張りたいと思います。初戦から富士通戦と、まあ、強豪ぞろいの相手に対して、選手は全力で頑張っていくので、ぜひ応援をお願いします。